人になったら天下。剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェア、どうもこんばんは、剣道小林です。ですね、私も何回目になるんでしょう、昨日の早朝に、また、タイの方から帰国してきましたいやもうね、コロナ明けてからだけでも10回以上行ってるんですよね。合計ではもう40回ぐらい行ってるんですけど最近特にペースがちょっと激しくてですね、さすがにおかしいと思ったんでしょうね。タイの空港で荷物全部開けさせられましたこいつなんかやっとんなと、勝手に商売やってるなと、こう商売ね、物の売り買いするにはやっぱこうそれなりの許可とか、多分おそらくね、免許とかそういう税の申し込みとかいるんでしょうけども、おかしいとこいつって、身ぐるみ剥がされるようにですね、カバンこっち置けとでもどうやら普通のこう着替えとかしか入ってないと、だいぶね、行きも帰りもチェックが激しめになってきましたね。どうしたもんか、年明けにまた行く予定なんてねねえ、まあ、一説によるとね、さすがに向こうで家庭持ってんちゃうんかみたいな説も吉本社内で出てきてるらしいです。おかしい、あいつはと、こんだけタイに出た向こうに子供おるやろ、会いに行ってんちゃうんかみたいなね、まあそういう説も、まあ私はあえて放置しておきましょう否定してもね、何の得にもならないんだよ、これ否定したところで放置しといた方がいざという時楽かなみたいな気がしますね。この番組は妄想キャディの土曜日深夜のキッチンな世界でございます。いい加減マジでちょっとタイ語覚えようかなと思ってます天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下ちゃん、改めまして剣道小林です。そしてツートライブ高典と周平魂です。よろしくお願いします。いや向こうの番組のレギュラー持ってるみたいな、お前な最近では月1ペースで行ってるから全然4本撮りぐらいやれるもんやろうと思えば確かにタイでめっちゃスターになってるみたいな、スターなメイン張ってタイ在住の日本人の反応も変わってきたからなあ、前もお会いしましたねって言われて、そうか、去年も 見かけましたよこの辺でとかよく言われた大阪来たぐらいの感じで、来たぐらいの感覚やね最近の大阪より声かけられるんちゃうかなタイ行ったらタイの方の名前とかも作っといた方がいいんじゃないですか、ね、ほんまな、はい、仕事もそっちでもできるかもしれないですね。いやちょっと、手応えもあるしな、やっぱりタイ人ってこうやったら笑うなちの大分掴んできてるんや、やっぱ掴めてきたねプライベートでなんかね、はい、あこれやこういうところや、タイ人が笑うところはツボが分かってきたんですね。でもこれ住みます芸人と一緒には仕事はしてないですか。あしたこともある。ああ T の極み、T の極み、 T の極み、 T の極み、あれ T の極みはツートライブと一緒ぐらいだったっけ。4期下とか5期下とかです。そうなんですよね、5年下とかですね、5年下とか。やっぱツートライブの同期ですとやっぱなんか6年もないやつ多いな。誰ですか。いやこの間、もう俳優やってて周平魂の親友やったやつが来てんけど大西俊介、大西俊介知ってる。いやもちろん知ってます、同期です。いや僕周平魂と本当ソウルメイトでみたいな、あいつも生きってんすよあいつも生きりなんすよあいつ、いやほんで、別にええんやけど帰りは挨拶してくれたの、ちょっとドラマの撮影でね、あ、そうやねんや、僕も周平のソウルメイト男気一本とソウルメイト、ソウルメイトで、もう将来夢語り合ってみたいな、あ、そうなんやこいついつ帰んねん、もう終わってんのよそれ。おにじゃあいつはほんまに高典から言うといて、もう周平はソウルメイトから余裕はんやろうけど、終わってんねん自分の出番、はい、帰らず現場に残って、はい、周平の話とソウルメイトいいじゃないですか。あそうなんや、みたいや、ほんでなんか撮影が再開したのよ昼休憩、昼休憩前のやつ終わって、はいはい、撮影再開してもずっと現場おんねんでなんか監督のとこ行ってこうモニター見たりとかえらい空気感だけあるからな、あいつ空気感作るんすよあいつ、モニター見て、みたいな、帰れよみたいな
そうか、小林さん初対面で言いにくいですもんね。あのお前帰り何またあのバスとか言ったら、いや行き品バスで帰る新幹線とって何生きてると思う。生きてんな、大西は生きるんですよ。もうほんまね、ツートライブ周りのやつ全員嫌い。嫌いはやめてくださいよ。へこみますよあいつ。へこみますよあいつ。いやいや、だからシュールメイト魂と同じテイストで俺も嫌なやつやったもん。ああなるほどね。いやでもあいつだから逆に言っていいんですよあいつは。言っていいよな。何きっとんねんお前。何きっとんだお前って。いやいや、鼻とつきますぞ言うて。無表情でずっとボケてきますよ。そう、芸人もね、ずっと何年かかやってたやつなんで、そのノリは分かると思うんで、何きとんねん。10年ぐらい芸人やって、帰らへんっていうかな。こんなとこで俺はいいんやけど、はい、AP さんとかさ、はいはい、あ、こっからあの駅の場所分かりますかみたいな、はい、何回も言いにくい。やっぱね、はい、AP さんその送り届けるのも仕事やから、ね、アシスタントプロデューサーさんが俳優さんに多いとアテンドしなあかんわけやから、仕事残してると、ね、入り時間、うん、帰り時間、うんうん、あ、この後仕事とかは、あ、ないっす。もう帰れよ。ちょっと大西ちゃんおもろいな。想像つくし面白いっすわ。いや別に俺会社には言わへんけどさ、はいはい、あの共演 NG って本人に言っててくれ。やめたってください。いやいや、ね、あの現場に残ってモニター見てうんとか言うやつ。天狗茶屋もめっちゃ好きなんですよ俺は。だからこれも直接言ってるのと一緒です。NG や。いやいや直接言ってるのと一緒ですよ。言うたら、まあ言うたら言葉悪いけどな、はいはい、駆け出しや、はい、もう全然駆け出しのね、ペーペーや、はいはいはい、特にまた俳優さんとしてはな、そうですね、ああ芸人をやってたんでモニター見て。ああ監督とも言わせて一回うなずいたんですよ。いやそれ帰れやお前。そんなこと、それはもうそう見え、監督も一応俳優さんとして呼んでるからやな。そうですね、ケンコバさんのもう目線入ってます。それそんなことはしない。いやいやすんねんとか。ヒゲ触ってるやん。ヒゲ触ってるんすあいつ。なんや、いやいやいいですね。いいですね。いや僕らからしたらやっぱ二児の父ですからねあいつも。そうですね。まあでも、まあ、帰れ言うといてくれ。吉本は NG にしなくて大丈夫なんでね。小林さんは NG。 俺は NG。 二度と近寄るなって。すっごいだから仕事あるような感じで来週ちょっと東京行ってくるわって。なんか仕事入って。いやそうやね、その周平病、はい、はいはいはい、はい、そんなことないよ。とりあえず生きる、はいはいはい、うん、ヨーヨー見たらツートライブ のが出る時の潜在写真下にも生きり漫才って書いてるから。それいじらんといてください。出たと思ったもん。それいじらんといてください。え、それいじらんといてください。別にイキリ漫才、イキリ漫才って下に出てるやん。はい、うん、出てきますね、うん、いいじゃないですか。何話のイキリ漫才。イキリ漫才師なんか。いや、ええやないですか。なんか縛られて思ってますよね。いいですいいです、それはいいじゃないですか。なんなん何話のイキリ漫才師。何話のからイキってますもんね。もう生きてる生きてる。あいつも結構なんかそういう空気つくんだよみたいないじられ方してたやつなんで、空気感、お前空気感だけ一丁前やなみたいないじられ方してたやつなんで、うん、そうなってもおかしくないというか、すぐ入ってくるというか、まあめっちゃええやつなんですけど、え、めっちゃええやつです。いや、ええやつ悪いじゃん、あの監督の後ろで問題ない。他の人のこういろんな技術さんの作業とかもじっとこう勉強してるんちゃいます、それ。なるほどみたいな。なるほど。帰れやお前。終わってやったら勉強してるんですよ、駆け出しやから、いろんな全部パート。いや、終わってやったら帰らなあかんやん。送り出しの仕事の人がおんねんから。アシスタントプロデューサーさんのね、はい、でおそらく事務所に連絡入れるわけ、今あの帰られましたんでと、はい、新幹線乗られましたんでとかね。それいるわけやん。多分そんな連絡もいかんのちゃうかな。いや、行くか行かんか分からんけど、AP っていうのはそういう仕事やねん。送り出さんだなっていうね、責任持って、はい、仕事残してるわけですもんね。そうよ、だから他の仕事も取りかかられへん。払った俺が言ったろかみたいな。あ、いや大丈夫ですみたいな。何やねんあいつ。あの LINE で帰るよ。LINE で今ケンコバさんめっちゃ優しかったって言ってましたよ。いやだからそう、普通の会話の時はな。そうですね、うん、あ、そうやねん、頑張れやみたいな、うん、で周平騙してソウルメイト言うと嫌な予感してる。うん、そうか、まだな、帰らへん、あいつ。今泣いてますよ多分これ聞きながら。泣けで帰れよお前は。泣いて帰れ。泣きながら。泣きながら。いや、マナちゃんがね今週も体調不良でお休みですよね。そうなんですね。なんかツイッターで、あの入院してるみたいなのを、うん、あの言ってて、うん、肺炎みたいなね言ってましたよ。はい、でまあもう退院したみたいな話はしてたんで、うん、もうね
ちょっと収まったら戻ってくるんじゃないですか ね、 ね、はい、待ちましょう待ちましょう、はい、いやちょっとこの間の天ヶ茶屋の収録後に、はい、1週間前漫才劇場で喫煙所パッと入ったら、うん、末広がりずの三島さんがおられて、うん、はいはいはい、この間のゲストやったっけ、2週間前ですかねのゲストで、うん、でまあ三島さんにキモかったっすねって言って、うん、はい、言ったら三島さんがえみたいなキモかったとかってうわーとかって言い出したんですよ、まだ、えどうしたんですかって言っていやもうちょっとやばいなとかって言ってて、うん、なんですかって、いや子供もいるし、うん、奥さんもいるし、うん、とか言って、あでもまあそんな別に聞かさんかったらいいし見せなかったらいいんじゃないですか、うん、いやでもなみたいな、その嫁があのママ友とかとの集まりに行くと、うん、でもう俺はそういう風なのをテレビとかでやってしまった言ってしまったりとかしたら、例えばブルマちょっと食べたとか、うん、食べてとか、はい、そんなのをこの間のゲストの時も社員に手出そうとしてた出そうとしてたとか、そうわーそれまたキモいこと言うてたな、そんな笑いあかんねんで今もう吉本は、飲み会の時ですからね多分本人記憶がないんですよ、俺そんなキモいこと言うてたみたいな、はい、そんなハイなってたやないですか、言ってましたよみたいな言って、うん、うわーとか言ってて、うん、いやそれ見せなかったらいいじゃないですか、もう別に大丈夫でしょとかって言ったら、いやちゃうねママ友の集まりがあってみたいな、うん、その集まりでお昼からご飯とか食べに行ってる時とかに、もう他のママ友が、うん、あれ大丈夫ってこうこうこう言ってたけどつってリークしてくるらしい、何のこう別に心配とかそんなんじゃなくて、はい、人の家庭がちょっとぐちゃっとなっておもろいわっていうことで絶対そう言うねママ友リークするらしいんですよ、そうへ心配とかちゃうで、はい、ほんまに人の家庭ぐちゃっとなっておもろいヒルドラね、うん、でもね、そういう感覚やねママと思って、わからないですけどね、でもいやそうやね、はい、結局ママ語尾に大丈夫ってつけるだけで、うん、いや意味わからんもんな、大丈夫とか、うん、大丈夫仕事やし、うん、ないじゃないですか、うん、でそれでもリークされんねん言って、うん、うわそうなんですかそれやばいっすねみたいな言ってたら、もうあの三島さんがハハハハみたいな、うん、めちゃくちゃ高笑いしてたんですけど、うん、パッと顔見たら顔むっちゃ泣いてたんですよ、えもうめちゃくちゃ泣き顔みたいな顔でもうバー笑ってて、なんかやっぱ芸人の哀愁ってあるなと思って、うん、でやないちょっと待って、おでやないね、お泣いてた泣いてた、いやさっき何顔がもう三島さんもう目ないみたいな顔でもうむっちゃ必死にもうその場で僕に対してはもう笑って見せてるんですけど、うん、いやお前ちょっとあのカニあるからええわじゃないでお前、じゃ今僕でもこれマジでその、うん、ママ友でリークされるは結構おもろいと思って出ましたほんで、やったらそこがちょっと変にちょっといい感じにその小馬さんが広げてくれはって、ごめんもん、いやいやまま俺が悪かった、いやそのママ友リンクされてるっていうのがすごい面白くて、その、うん、三島さんの感じがママ友がリンクしよんねんっていう、うん、ちょっとそこが僕の中で、うん、そうかそうか、あのあれだったんですよ、うん、でだからもうあそこでちょっと小馬さんがその意見言ってくれはった時点で、あこれカニ確定やなってちょっと思いながら、うん、おはい足してはってました、そういう時ハンドル切らへんかね、ハンドル、うん、あこっち通行止めやったらこっちがあるやん、はい、みたいな感じでちょっと今ちょっとしばらくこのバーッと走ってみたんですけど、うん、見当たらなくて、いや全然ハンドル切ってなかったよ今お前ですか、同じ道ずっと行ってたよ、ほんでで、うん、そのまま三島さんテンパったんか、うん、うんモニター見てたら、あどうもみたいな、末広ガニズですみたいな、舞台で、はい、お知らせ行こうかそんなわけないからお知らせ行こうさあそれではここで天賀さんからのお知らせです、カップルの触れ合いを豊かにするブランドカレッサが応援購入サイト幕開けにて出品中です。東南アジアなどで人気のホットストーンマッサージがご自宅で手軽に体験できるご褒美ホットストーンスパセットを一般発売予定価格より 25% オフで発売中、スイッチ一つで本格ホットスパが体験できるシーストーン、ベッドの汚れを気にせず楽しめる防水マット、ベッドマスク専用に開発されたマッサージジェルオイル、リッチな3つのアイテムを詰め込みました。プロジェクトは10月30日までの期間限定です。詳細はカレッサ幕開けで検索。一日の終わりに本格ホットスパで至極の癒しをお楽しみくださいということでございます。心配やこれ。
はい、いやこの番組でこうね、はい、やらせてもらってて、はい、ホットストーンでさ、はい、癒し合えるようなカップルのリスナーおんのか、はい、いやでもまあ夫婦ね、あれ俺全部妄想やと睨んでるからな、ね、ああの嫁が彼女とのエピソードとか嫁とのエピソードてそうか、うん、全て何妄想してんがなんですね。そうその上でのコーナーなんですね。そんな充実してるやつおるんかなこれリスナーにっていう確かにねこれ、うん、危機管理のコーナーですら、うん、全部妄想、全部妄想か、彼女とやってる時にとか。これはでもめっちゃ気持ちいいですからねこれ、うん、あのジェルがついてるんですよ。ジェルもついてて、あ使ったことあるのこれ。僕あります。で、あの機械が温まって、それがほんま石みたいなんですよね。なんかでめっちゃ滑らかで、え、はい、これ使ったことあるの。 S プレイ M プレイなんかやってる場合じゃないね。ほんならもうね、これ実はですけど僕もあの自分でやりましたあ、そうか、セルフでできるもんな、うん、そう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 、こうやってねこう体とかにこうやったら、ああなるほど、肩こりがあこうかとか、あ確かに、うん、それはいいかもしれない。あの お風呂でやりました僕。皆さんだから一人で、はい、一人で確かに僕も一人でやったから、そうやな、確かに、まあ、10組に1組ぐらいは真のカップルの投稿もあるやろうかな、はい、でもただでねこういうの、あのマッサージって高いじゃないですか。確かに実際家でできるもん、家でできるもん多分めちゃくちゃいいと思うんで、うん、はい、ぜひお買い求めください。わ、うん、かりました、はい。何妄想してんが。さあこのコーナーではテンガチャリスナーの妄想メッセージを紹介していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャオリジナルステッカー付き、男性向けテンガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。まずは広島県のシャオロンの何妄想してんが。今年もハロウィンがもうすぐ来ますが、今年は何の仮装をしようかなと考えていたら、ふと吸血鬼の衣装が目に入りました、うん、これだ。早速ネットで衣装を取り寄せ、うん、女吸血鬼になった私、うん、でも吸うのはあなたの血なんかじゃない、私が欲しいのはあなたの体液、そう白濁したその精液。追い詰められた獲物の顔は恐怖に歪み怯えきっているところを押さえつけ、ズボンを下ろし迷うことなく加える。強く吸い上げる私の頬には水仙に次ぐ水仙が。もっと興奮してもっと戦場的に、こうして今年のハロウィンの夜は更けていくのでした。はい、あんなはないんかね、サッキュバスみたいなのね。サッキュバス、うん、インマ、インマ、いやこういう男の精液吸い取ってダメにするっていう、あのモンスターね。あ、そういうのが。サキュバス、サキュバス、うん、存在してるってことですね。これ吸血鬼じゃなくとも、もうそういうサキュバスだから全然有名。ああ、うん、なるほど。多分衣装もありそうやけどね。エロい妖怪やな。これはだいぶエロいですね。続きまして、三重県のスイカ頭の何妄想してんが。出張先のビジネスホテルでまさかの相部屋。そんなアダルト作品を見ながら自分の場合はどうだろうと考えてみた。まず自分の仕事は福祉施設の現場支援員、出張はない。そして周りの女性職員との相部屋だったら、福祉施設は女性の比率が高い、 T 所長、テンション上がったり下がったりで機嫌が山の天気のようにコロコロ変わる。事務所で二人きりの時は逃げるように離れる自分、ビジネスホテルで相部屋なんて無理だ。ジムの F さん、物品購入の書類の受け渡しの会話しかしたことない、何を話せばいいやら。同じ部屋で過ごすなんて無理だ。主任の N さん、現場で一緒になるが止まらないトークはペチャラクチャラペチャラクチャラとしか聞こえず、ジャリンコ知恵のマサル君のお母さんみたいな女性、気が遠くなる、全員ない、思考が脱線してしまった。天下の中の自分がすっかりやる気をなくしてる。作品に集中集中。ああ、これありますね。このビジネスホテルで上司とまさかの相部屋、その作品ね、はい、これありますね。今一番各メーカーからリリースされてんじゃん。確かに、あのよう見ますこれ、あの最新のやつで。制作費も安く済むやろうしな、ビジネスホテルで済むか。そうか、はいはいはい。あとこのシチュエーションが多いんやろな、あの会社に憎い女上司とか。ああ、そうなんですよ。嫌われ、あのムカつく上司とか、女性上司とかが多いんやろね。はい、うん、実社会に。
はいはいはい、だからファンとか、ね、あの人やってくるんでしょうね、うん、でそれに背徳感情が埋め映えてっていう、うんうん、みたいなやつなんでしょうね、はい、さあ続きまして大阪府のちょちょちょポリスの何妄想してんが。医学部は卒業したものの俺には手術の腕も知識もなかった。しかし俺には唯一無二の特技があった。それは尿を飲むと全ての病気が分かる能力、ションベンテイストだ。桜真奈さん、診察室3番へどうぞ。桜真奈です。先生の噂は聞いてます。検尿を持ってきました。じゃあ早速ションベンをいただき、あ、いえ大変失礼しました。検尿を精査しますね。うん、これはほのかな酸味の中に芳醇な香りが鼻に突き抜けていく。これはうまい。あ、失礼しました。さくらまなさん、あなたは健康です。それを聞いて安心しました。一口でわかるなんて先生すごいですね。まあ経験ですかね。残りのションベンはこちらで処理しますので、お会計呼ばれるまで待合室でお待ちください。それではお大事に。かわいそうにちょちょポリスどうした。いやこれだからマナちゃんがいるときに、はい、マナちゃんが聞いて顔を歪ますのを想像して、はいはい、反応ね、うん、そこも込みやったのに、込みでちかそれ狙い、はい、いやーみたいな顔されんの、やめてみたいな、うん、もう想像して送ってたのにおらへん。いや男だけでかわいそうこれ読んで違う時に回してやれよ。かわいそうでもないでしょでもションベンテイストの人おったらめっちゃええけどな。ああね、全部分かってくれるんやったらこれはやばいとかね、うん、さあ続きまして兵庫県の前立腺四天王スザクカウパー飲み放題の投稿が大好きだったアリの戸渡りの何妄想してんが。私はあることがきっかけで人生初の入院をすることになった。入院が決まってからはもっぱら夜のおかずはナースもの。あるはずもないが、でも 0% ではないその可能性を求めて毎晩病院内で起こるさまざまなシチュエーションを予習しておく。体を拭くとき、夜寝ているとき、はたまた真昼間なんかに堂々と、ああ今日もナース服を着た天使を自分のスペルまで汚す妄想が止まらない。はい、ということでございます。世の中にあるんかね。ありえるんすかね。これでもなんかのなんかのテレビでそういうのその実際にナースの入院中に出会ってそういうことになって結婚までした、付き合いましたっていうのを聞いたことありますね。あんねだってことはあるってことなんですよね。ゼロじゃないってことやな。病院入院中に出会うってことはそういうこと。すごいな。いや俺なんか高校の時に、はい、もう全然あの離れたクラスのやつから全然関わりない、はい、クラスのやつがこれ言いふらしてたことがあったのよ。あ、入院してて看護婦とやったわ、はい、なんか結構みんなに詰められて最後に嘘って白状して、うん、その後なんか嘘って白状した相手の友達の暴走族呼ばれて締められた話、うん、そこまでやらんでええやろ。なんで暴走族出てくんねや。そう、連れの暴走族呼んで締めたらしい。あいつ変な嘘つきよ。かわいそうやな。いや俺らをこんだけ興奮させておいて嘘なんか。羨ましすぎる嘘つくな。そうか、うん、ちょっと夢も見たんかもしれないですね。信じてたのにお前、はい、みたいな。いやこれだから別にだって、ナースの人が自分の好みの人が来てお世話してる中でそういうことある可能性は全然ありますもんね。別になくない、ゼロはないっていうのは事実ですよね。もう結婚するっていう、いやどうやろう、俺はゼロやと思う。なんいや俺もあの、うんうん、おととし 3年前入院したから分かんないけど、ね、はいはいはい、いや汚いで入院噛んじゃって、あ風呂もろくにあれ体拭くぐらいやし、はいはいはい、で検尿される時緊張でチンチン縮んでるし、いやそれチンチンの大きさでそんな、なるんすかね、こんなもんじゃないんですよっていうのを年波で伝えてたもん俺も。普段の俺と違います。マジで言いたくなりますよね。言いたくなる、まあ、体も弱ってるから余計に。そう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 、弱ってるし元気ないし、はいはい、うん、吐きないし、吐きない、ね、もうないと。あんな状態のとこに男を感じるなんかいるのかね、女性なんて。ゼロパーめっちゃエロいナースっていうことですよね。いや
なんかナースとコンパしたやつが言うにはなんかエロかったっていう風な話も聞いたこともあるんですけどね。でそういう人がエロのハードルが低いっちゅうのは昔から言われるよ。そら、はい、男性器なんか見慣れてるからひるむようなことがないっていう、はいはいはい、だからゼロじゃない可能性があるんかなっていう。でも何があって、あの男性は 100% ちょっとこの妄想してますよね。まあね、 100% あのどっか入院中どっかのタイミングでもしかしたらっていう。いやどうやら俺が年取ったからかな、しなかったっすか。もうそうした申し訳ないという気持ちだったし、そんな世話してくれんねや思って。紳士やな、紳士ですね。で俺なんかずっと考えてたのは、どこのお菓子買っていこう思って、退院した暁には。うわ紳士っすよね。何人ぐらいおんねんこうやって言うと、うん、ナースステーションをこう何往復もしながら大体の人数把握して、うん、よしあそこのフィナンシェかなんか買っていこう思ったら、うん、禁止やねんな病院って。差し入れ禁止。差し入れ禁止やねん。あ、お世話になった。コロナ以降かな、うん、でその医療従事者にその後にプレゼント持ってきてくれる人確かにいるんですけど、はい、今ちょっと受け取れないんですみたいな、はい、そんな気持ちだったよ俺は。はあ、ありがたいっていう、うん、いざほんまに入院してみたら、うん、そのエロなんか考えれる隙がなかったというか、うん、感謝。そりゃそうやで、お前しょんべんの袋持っていてくれんねんから、ああもうごめんなさいっていう感じで、そうそう、いや申し訳ないなっていう、はあ、ちょっとこれ男気エピソードがちょっと出てしまいましたね。小葉さんのちょっと、あ俺、はい、男気一本の、いや男気じゃないです、人として当然のことしてない、いやいやより男気以上でございます。はい、番組ではあなたの妄想メッセージを募集しています。 FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。下ネタ浄化計画。さあこのコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが紹介された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。ジョーカーの41歳主婦、はい、41歳主婦、だいぶむずい、だいぶむずいですよこれ、はい、そうね、じゃあ行ってみようか、はい、神奈川県デビュー戦反則負けの下ネタ浄化計画。2033年都内某所お見合いパーティーにて、女性 A、 今年で34歳です。今日は本気で結婚できる相手を探しに来ました。結婚願望すごくあります。田舎者ですけどどうぞよろしくお願いします。すごく緊張しています。マナちゃん、はい、名前はさくらまなです。年齢は今年で40、一切主婦に興味ありませんがよろしくお願いします。はい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 、まあ、まあ、浄化はできてるけどなんで来たんやっていう状態ですね。うん状況がね、うんうん、主婦業にはなりたくないという、はい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 、寂しい下ネタ浄化計画大阪府カレーうどんのうどん抜きの下ネタ浄化計画。周平魂が喫煙所で小葉さんにカッポ旅が無事終わったと報告をしていました。周平魂、無事カッポ旅も満席で終わってなんとか芸人として満足してしまいましたね。ちょっと他の仕事とかにも手出してみようか思ってるんですけど。ケンコバ、お前今年何歳？41。最終フリーターになっても今までの芸人で生きてきた過程があるからなんとかなるわ。ただ今以上になることはない。お前器用に何でもできる人間じゃない。だからお前は芸人なんやろ。周平魂、ほんますね、なんかちょっとブレそうでした。今年マジでセカンド行きます。あざす。小松さんの言葉を胸に刻め、カッポ旅を終えて来年のセカンドに向けて走り出すツートライブでした。41歳終、うん、なるほど、周平の実年齢を利用して41歳終フリーターになって、はいはいはい、これは浄化はできてるすかね。いや浄化できてないね。やっぱ主演魂がちょっと他の仕事をやろうと思ってるんですよ。だから送り出すもんね俺はちょ止めてくださいよ。最初振りたいなってもつって、お前は器用に何でもできる人間じゃない、だからお前芸人なんやろつって言うてくださいそのまま読んだこのまま言うてください。もう読んだだけや、はい、広島県シャオの、はい、下ネタ浄化計画。生活に疲れ、育児に疲れ、私の人生って何なんだろう、幸せって何、街に急に怪物が、私の人生まだ何もしてないうちにこんなところで終わっちゃうの。そんな中、夕飯のおでんにするはずだった大根が喋った。あなたは選ばれた人間大根、これをもってプリキュアチェンジと叫ぶんだ大根。
言われるがままに叫んだら魔法少女に早変わり。私の人生どうなるの、家のローンは、教育資金は。次回新番組41歳主婦っとプリキュア、女は40を過ぎてからよ。いや言うてるやん。いいですね、言うてるやん、41歳主婦、うん。でもエロさはないってことですよね。エロさはない、はい、そこを評価できてる。あ、でもプリキュアはね、なんか、うんうん、お父さんは意外とエロい目で見れるっていう情報聞いたことあんねんな、うん、だから当時でいうセーラームーン、そうそうそう、セーラームーンもやっぱエロかったっていうもんね、当時のお父さんは、うん、まあそうでしょうね、あんなミニスカで一瞬裸になってな、変身時に。ああ、そうそうそう、変身時一瞬裸になってたな、あれは確かにエロいわ。でもあれを意外とエロい目で見れんねんって言ってる人、この人ピュアやな思ったけどこれでええんや思って、うん、神奈川県のデビュー戦反則負けの下ネタ浄化計画。近い未来、街にはクローン人間があふれ、普通の人間とクローン人間の区別がつかない時代が来ていた。そんな時代に政府は便利なクローン人間から面白いクローン人間を大量に作る方針を固めた。面白い芸人さんの遺伝子を抽出し配合、そして人を笑わせるに特化したクローン人間が大量に誕生する。お笑い芸人は全国から呼び出され、一発芸と遺伝子チェックを受けた。面白ければ即遺伝子採用となる。2トライブの2人ももちろん対象者となった。結果、ボケ、周平魂、ナンバー41、最終負荷。お疲れ様でした。腹立つ浄化の仕方やな。浄化されてるね。浄化、まあ確かにエロさは。腹立つ浄化やで。ナンバー。こっちは汚れてるけどな。ナンバー41、最終負荷。ああ、なるほど、浄化されてますね。高則の結果は想像にお任せします、エンドやからね。そうですね、そうですよね。余白残した映画みたいな最後どうなったか、第二弾が続くかもしれんっていうね。もしかしたら続編あるかもと、続編があるかも、匂わせるような演出でもあり、はい、いや、見てる人それぞれが考えてください、考えてくださいみたいな、ぶん投げて、うん、続編もなしで余白余白のあるエンディング。確かにそうですね、うん、僕のもかけたわけですもんね、なんかね。そうね、浄化ワードは変更しますか。たまには久々に長いやついくか。あ、エロ長いやつですか。彼女が3日間実家に帰るというので。いや、もう AV のタイトルや。いや、これは全然 AV じゃないタイトルには簡単にできるからね、うん、彼女が3日間実家に帰るというので、うん、てんてんてんって感じですよね、彼女が3日間実家に帰るというので、彼女の友達とまでいる。そこまでいきますか。長っ。これめっちゃすごいことになりそうやな。いやいやいや、簡単やもん。これでき、あ、そうか、もう前後の文脈でなんとかするってことか。ほ、うんまやな。まあ、そのやり方だけじゃないのを見せてほしいけどね。はい、彼女が3日間実家に帰るという、はい、ということで、はい、次回からの浄化ワードは彼女が3日間実家に帰るというので彼女の友達とです、彼女が3日間実家に帰るというので彼女の友達とをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。あれは天ガじゃないのか。さあ、このコーナーではもしかして天ガなのというものを紹介して本当に天ガなのか検証していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガの中から何かしらをプレゼントいたします、うん。まずは大阪府の伊勢志摩ベイブルースのあれは天ガじゃないのか。阪急電車の椅子の肌触りが気持ちよくてなでなでしてしまいます。あれは天ガなのではないでしょうか。確かに阪急電車の椅子はなんか絨毯のような、この上にビロードみたいな、はい、こう上げたらこう、うん、でもほんまに一番乗り心地いいのは、でも確かに阪急。そんなこと言い出したら最下位どこやとかいう話になるぞ。どこやねん言ってみろ高則最下位乗り心地いろいろあるよ。阪神、近鉄、南海、地下鉄。うわー、いや、それどこかな。乗り心地悪い環状か、あ、環状線かな。 JR 環状線、JR 環状線ですかね。なんちこと言うねお前は。いやそうですね、4人席座れたらええけどな、 JR 環状線。あー、なるほどね、うん、うん、いやでもほんまに阪急は確かにいいですね、肌触り、うん、あれ、こちら、あ、これは天ガでは、天ガではない、違います、違います、違います、あ、違いますか、そう、天ガこれなかなか難しいんですよね、うん、天ガにたどり着くのが、続きまして兵庫県の鬼居坂みかんのあれは天ガじゃないのか。先日 YouTube でアイドルがパン作りをしている動画を見たのですが、彼女がコロネの穴に
チョコレートやカスタードクリームを注入している様子は妙なエロさがありました。一方使う前にローションを注入する行為が後に来る快感を予感してエロい気持ちにさせてくれるのがテンガエッグ、うん、つまりコロネとテンガエッグは同じなのではないでしょうかということでございます。行為としては、はい、中にちょっとトロッとしたやつを流し込む。これが嘘かほんまか分からんけど、うん、YouTube でさ、はい、アイドルがそのコロネの中にチョコレートカスタードクリーム注入するっていうのがあって、はい、あったとしてこれほんまにな、はいはいはい、これをエロい目で見るのを許せないとか言い出したら俺はそいつ許さないけどやっ出してる本人ね。確かにね、うん、で言いがちやアイドルって、うん、エロい目で見られることを許せない、うん、俺はそれあれ言うたやつ一人も許してない、うん、いやそれやったらもう普通に書道せえよ、うんうん、そんなつもりでやってないのにみたいな、ね、例えば、リンゴ飴とかを舐めるとか、うんうん、舐め方にもよるわな、うん、上からぶら下げて下から舐めて、いや私そんなエロい目で見られたいと思ってないですよ嘘つけこらそんな寂しげやりすぎアイドルにそんな境あれ言うやつ嫌いやねん俺ほんまに。あエロい目で見といてくださいよっていう、いやそれやったらもう仕事やめなさいっていう確かにね、バランスボールみたいなんでバランスボールねバランスボール乗って無駄に変な BGM かかって5音ぐらいゆっさゆっさしてるあれもエロい目でみんなっていう、見ない見られるのが腹立つというやつに腹立つ俺は。でもバランスボールでこう体幹を鍛えたいっていうだけの動画ですから、ね、バランスボールで体幹鍛えるときにあんな笑顔でやるか BGM かけないと、ね、ちゃんと集中して目つぶってこう、うん、ほんまやらなあかんやん、バランスボールなんて。そうですか、そりゃそうや。チョコバナナとかも普通に作って美味しいから食べるっていう、うんうん、でああ食べるしかないじゃないですか。いや食べるんやったら食べろよ、うん、パクッとね、うん、まずチョコなくなるまで舐めるっておかしいやん。いやいやそんなそれでエロい目で見ないから俺許せないそこまでするそこまでするアイドルいます、ね、チョコ全部舐める。基本だからアイドル嫌いで俺はエロくないですけどね。荒れてますね、これ荒れてるよ。エロさを出そうとしてない。だから俺はセクシー女優の人好きなのよ。ああ、言い訳せえへんわこの頃は思って。ドンと行くから。そう、いや言い訳せえへん。言い訳すべし嫌いね俺周平といい。周平のソウルメイトといい。はい、嫌い言うてますよ。嫌い言い出してますよ。基本言い訳すべし嫌いね俺。結構はっきりしますね。もう言い訳するやつが嫌いです。嫌い。はいはいはい、だから周辺も言い訳するから嫌い。いや僕なるほど、嫌いはしんどいですわ。いや女言い訳すんなよ。はい、わかりました。返事だけ一丁前なんです。はい、わかりました。返事のトーンとか、はい、言い訳しないです、はい、大西も言うときます。あいた近寄んないよ。もう一個ひどいな。なんだけ言われてる。さあ続きまして、うん、北海道の札幌のデブの、あれは天下じゃないのか、うん、最後の1点しか置いてなかった服のサイズが自分のジャストサイズだったり、どうせ置いていないだろうなと立ち寄ったお店で一発で欲しいものがあった時のあの気持ちよさはまさに天下じゃないでしょうか。確かに気持ちいい、ね、まあ、小葉さんとか周平とかね、服とかね、古着とか見に行ったら行ってもんなんですよね。サイズが合うっていうのはむっちゃ嬉しいですよね。いやしかも札幌のデブからしたらな。でも確かになかなか合わない。俺も体でかいから、はいはいはい、一撃スッと入って丈もちょうど、これは天下なんじゃないですか。うん、そうですね、天下かもね。だから高則からしたらもう襟付きの無地のシャツあったら天下やろ。そうですね、だからもう大天下で、ポリエステル、大天下、ポリエステルとやったらもうより天下で、ポリ、はい、で綿なんか縮むしな、まあ、綿なんかマジでもうアイロンかけるの大変なんですから。まあ、気使う、洗濯に気使うってなんやねん、なんやねん。もう洗濯して干しとったら OK が一番僕はいいんで、それがもう天下ですね、ほんまに。あったってなりますね。この色でこれあんねやっていうこの色でポリエステルあんねや、あんねや、ちょっとトーンの落ち着いた色のポリエステルのシャツ、はい、シャツシワにならないシャツで、店員さんにこれってもうポリエステルだからシワにならないですよね、うん、ああこれめっちゃシワにならないですよって言われたら、洗濯して干してるだけでもなるのが天下、うん、はい。いやだから古着買う人とかね、だってあのこれの L ありますとか、僕はもうそのポリエステルが来たらもうこの L あります、無条件でこれの L ありますか、ありますかって聞けるんでね、うん、ね、古着の人は困りますよね、そういうの、うん、はい、だから僕の買ってる服が天下ということです。あれが天下か、あれが天下でございます、うん、あれは天下じゃないのか、多いな。はい、うん、ほんまにそうです、うん、テンション上がるんで。続きまして、広島県のシャオロンのあれは天下じゃないのか。金木犀が香る季節になってきました、うん、子供の頃はなぜか通学路にたくさん植えられていた金木犀、
あの匂いを嗅ぐと何とも言えないエモくノスタルジックな気持ちになるのです。あのいつまでも嗅いでいたいリラックスできる幸せな香りはもしかしてイロハインティメートリフレッシュシトラスの香りだったのではないでしょうか。いやそうやねあれそうやねん、そうですね、うん、ほんまにあれはそうですね、あれそうやねん。違う、いやそれを使ってんねん、その香りを、香料としてそのままのことを言うてる。そのままやこれ、うん、マジで金木犀っていいっすよね。いい香りやな。あそうね、金木犀、うん、ありました、その家の近所。僕は広島やったんで結構近所に通学路とかに金木犀あったな。やったんで、うん、あれはいいな、うん、今でも匂いでも今でもいいね、うん、うん。番組ではあれは天下じゃないのかへのメッセージを募集しています。エントリーは FM 大阪のリクエストホームから天下茶を選んで送ってきてください。深夜1時30分からケンドコバヤシとツートライブ周平魂と高典がお送りしてきました天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶。それではメッセージを紹介したいと思います、うん、東京都の抗がんマッサージさんからです、うん、先日渋谷で紅生姜稲田さんのセミヌード店に行ってきました。あ、話題になってるね。話題になってますね。これザ・ W の賞金を使って、うん、それをやるというね。それはめちゃくちゃ偉いと思う。すごいっすね、すごいな。この芸歴でも使うというよりはそっちに使うというね、うん、体は少しぽっちゃりで少し、うんまた言われますよ、もう今のやばいっすね。なんか言うてましたね、今のやばいっすよ、うん、稲田めっちゃ多分、うん、いや何も言うてへんよ、うん、いや少しって言いましたよね今いやだってお前が言うたかない。いや体は少しぽっちゃりで、まあ、少しねって言うたね、ぽっちゃりで、うん、好みのタイプでした、うん、たまたまポストカード1枚500円買うとサインをしていたので買いました、うん、そして天下茶屋でそんな AKB 商法みたいなことやってますねポストカード買ったらサインしますよっつって稲田がでこれは儲けさせてあげてよ、うんうん、500万円使って G バラでやってねえから、まあ、そうですそうです、うんうん、これはさすがに初場代もな。そうですそうです、安くないよ渋谷やったら、うん、そして天下茶屋でいつも稲田さんの話を楽しく聞いてますとお話したら、うん、嘘ラジオなんか聞かなくていいよと言われました。でもものすごい笑顔で嬉しそうでしたということでございます。ねえ、そうやねん、嘘ラジオって嘘ラジオすごい言われますよ。いや稲田は言うてましたよ、もうちょっとほんまもう、だからツートライブさんもうこっちに飲み込まれてるから、うん、もうツートライブさんも話しても無駄なんですと、もういいですよ、ケンコバさんにも飲み込まれてるんで。怖いわ俺ほんまに、自分に不都合なことは嘘っていうの恐ろしいで、あれこんな多分いや聞いたらいや全く嘘ついてるみたいな。ラジオなんか聞かなくていいよすごいでもリエちゃんという証人がな、多分その、あの証人台に立ってもらってもや、はい、彼女の普段の生活まで保護できへんわけや俺。はいはいはい、そうですね、リエちゃんのもう真実を語って、うん、はい、俺に有利なのか稲田に有利なのか分からんけど、はい、その万が一俺に有利なのもんなら、はい、稲田にやられちゃうやん。そうですね、怒られ大阪クレオパトラ解散ってなる芸人みたい、はい、あんまり言うなく、そういうことだから、うん、なんていうかな、カーテン敷いた証言台誰か分かそれリエちゃん分かるか、ね、分かりますね、あのシルエット背丈と、はい、シルエットで声が出てくる位置とか難しいのよこれだから、うん、はい、ちょっと小葉さんちょっとほんま今少しぽっちゃりでな、少しって言ったらちょっとほんまにこれはやばいっす。いや言うたけどそういう意味ちゃうやん、でもなんか言い方というかで少しっていう最初ハテナついてるな、これちょっと稲田、はい、すいません稲田聞いてたら、あいつああいうの聞き直さないですからね、こういうのなんですよ稲田が怒るのってほんまに、はい、はあ、なんすかみたいな、こういうのなんですよ、うん、どういう顔して言ってはったんですかええやん別にそもそもなんで俺のことそんな嫌いやねんっていうの聞いたのよこの間あ、はいはい、ほんならあのダウンタウンさんになんか首太いこといじられた時に、はいはい、助けてくれなかったでしょそんなんで助けなかったそんなんで俺が助けなのなんで助けないよそれ以降あの兄さんも大嫌いですはっきり言うなやつ俺のこと大嫌いって、うん、そっから森の宮に来てても何しに来はったそうそうそう何しに来はった仕事や、絶対仕事や森の宮やその後あった時もなんか健康さ来てたんですけど、あんな何しはるんですか仕事やなんでそんな嫌ってんのダウンタウンさんからのいじりを助けへんかったからチラッと見たら俺笑っててんってそれ笑うわそれ首太いな言われてたわ一番嫌うことですよそれ多分稲田が、うん、さあということででもこれはねあの
俺らもね東京やったら行きたかったねこれね。そう見に行きたかったな、みんな行ってるもんね。はい、ぜひまだもしやってたらね皆さん行ってください、うん、ということで、こちらの方には、天下エッグウェイビー2を差し上げます。番組ではメッセージを募集しています。どうぞ851でお行きください。君危機管理甘いねん、天下ギリギリ大喜利、大喜利のお題はカニから見た周平魂のエピソードとはとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天下茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天下をプレゼントいたします。はい、天下茶屋の公式の X、 そしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信しますラジコポッドキャストをチェックしてください。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。はい、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いいたい剣の小橋とツートライブ高典と周平魂でした。さよなら。